い、どうもパジャマ YouTuber チャンネル、リンボーでーす。今日は以前購入したお洋服をちょっと紹介していきたいなと思います。はい、お洋服の中でも割とかっこいい系の洋服をね、買います。で、私があまりにもファッションセンスがないので、店員さんにお勧めされて着てみたわけなんですよ。いろいろ説明もあらかじめもらってたのに、ちょっと着方がちょっと違うんですよって店員さんに笑顔で言われちゃって、ダサい着方をしてしまいました。はい、店員さんがやったらめっちゃかっこよくなったんで、それをね、ちょっと今からご紹介していきたいなと思います。レディゴー。こちらの白のトップスはスピンズで買いました。で、ポイントなんですけども、下着と言いますか、ブーさんとこの白のトップスを着るとここで漏れます。はい、下着ってます。いけるかなと思って試着室ガラッて開けました。こんな感じですね。はい、はい、ねえ、みたいな。店員さんにちょっと、あ、違いますねってやるね。ちょっと腕の方をまくってもらって、で、ちょっとボタンも開けてもらう感じですねって言われて、なんですねと。けれども、こんな感じでちょっとお腹が出るんですよ。店員さんにこの足の方もやってもらいまして、ちょっと見ていただきたいんですよ。こんな感じで、ちょっとくしゃってなってるんですけど、これをもっとピンとさせるためにはグッと引っ張ってあげてからの、ここを中に折ってあげて、折ってまたグッて引っ張る。そうするとで、足がよりスタイルよく見えて、ちょっと見えきる、こんな感じ。どっちの方がスタイルよく見えるかって言ったらこっちなんですよね。ちょっと待ってくださいね。パッと開ける。はい、これで完璧です。輪ゴムで、普通にね、こうやって上げてもらって、ピタッて止めてあげるんですよ。そしたら折っても全然落ちてこないんですよ。この音で全然違う。ここの線のところでね、よいしょ、止めてあげてからの、あげてもらって、でくしゃくしゃってしてあげると、はい、しかもちょっと横を向いてあげるとちゃんとあるというかあるんですよ。これがモリモリ、盛りすぎて、いいでしょ別に盛っても。私は盛りたいんです。ないからは盛るの。こちらの上の服と下のズボンはエモダさんっていうところで買いました。はい、エモダさんっていうところです。この洋服流行ってるみたいなので、ぜひ皆さんも買ってみてください。ちょっと盛りすぎの部分もあるかもしれないんですけども、女子は盛ってなんぼなんで、本当に。はい、大人っぽくないですか本当に。自分的にはこのお洋服も大好きです。はい、自分らしいかなって思ってます。はい、ちょっと顔太って、ダイエットはおいおい頑張りたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。 YouTube チャンネル、リンボーパジャマ YouTuber で、ぜひ登録よろしくお願いいたします。 TikTok、Instagram もやっております。ぜひフォロー待ちしております。 LINE ライブ毎日配信中です。ぜひ遊びに来てください。以上、リンボーでした。またねー。